お世話になっております。テッシーです。はい、もういろんなことが起こりすぎてますね。ドラゴンクエスト11です。ウラノスさんに話聞きましょう。どういうこと？ウラノス。いや、だってこの杖さ、ウルノーガが持ってたやつと一緒じゃない？これ。老主が邪神にとどめを刺そうとした。あの時、わしの頭の中に声がよぎった。老主を殺せ。さすれば力をやろうと。ほうほう。わしは己の心を奮い立たせ、雨ごとに抗ったが、気づけば老主を殺していた。邪神の力を吸い取り、悪に染まったわしはウルノーガとなったのじゃと。ほうほうほう。ちょっと待って、ウルノーガなって、だがウルノーガの中には、善なる心がかすかに残っていてな、もう一人のわしが生まれたのじゃ。ってことは、これがこの善なる心っていうことですか。ウルノーガが倒された今、最後の予言を与えよう。時の賢者は、命の大樹の北にて勇者の訪れを待つ。神の民の力を借り、かの地を目指せ。テッシーよ、どうか邪神を打ち果たし、この長き戦いに終止符を打ってくれ。もうちょっとベロニカに会うっていうかね、ベロニカを救うための旅が全然ものすごいことになってる。行こうぜテッシー、俺たちにとどまっている時間はね、まずは神のために会いに行くとしよう。ベロニカとセイネは連携技クロスマダンテが使えるようになった。これウルノーガが使ってたやつじゃない？で、ベロニカ元の姿にちっちゃいまんまなのかな。わあ、夜になってますね。時間経っちゃいましたね。経っちゃったね。よし、それで、で神の民、神の民、北に眠るって言ってましたね。だからここの時代でその時の番人のとこに行く感じなのかね。あの歯車手に入れて扉開けましたよね。あそこに行くのかな。あ、こいつセニカ様がいると。はあ、はあははあ、あれがセニカだったとはね。それでどう何がどうなる。夜来てもいいですね、ここ。このなんていうか風のざわめきといい。ほんと神々しいっすよね、この岩が。この岩、セニカでってこの時代にもいるわけですよね。だからで勇者の剣を持ってるから もう一回戻れるっていうことですよ。言ってみれば多分テッシーであれば、勇者テッシーであればね、もう一回戻ったらどうなるのかな。何か分かりましたか。はい、全部分かりました。懐かしい匂いがするの。ほう、長老様、この匂いはウラノスか。お主、ウラノスに会ったとき、もう分かるのかい。すごいな。封印したとき、あんたもいたでしょう。やはり、そういうことじゃったか。ウラノスは、ロトゼタシア随一の魔力を誇る天才であったが、あやつの心の中には確かに危ういものがあったからの。己の魔力を高めることだけに執着し、そのためには手段を選ばぬそんな男であった。サイコパスというね。
それはそうと、お主らはセニカに会いに行くんじゃろ。ならばこれを持っていくがいい。時の歯車ですよね。あったー、ここにはめ込まれていたやつ。違う、神秘の歯車でした。神秘でしたね。これがあればセニカ様がいらっしゃる塔に入れるんですね。うん、ありがとね、おじいちゃん。セニカによろしくの。これまた寝るパターン。よし、オーケー。で向かうわけですな。ちょっとめんどくさいですね、戻るのが。もう一回ルーラーしましょう。であったらあったで、どうなるってことでもないよね。とりあえず話聞いて、あ、そうか、これか、ケトスに角生えさせる。セニカに話を聞いて角を生えさせて、それであいつに挑むっていうことか。勝てんのか。まあいいやいいや、行こう。おー、ちょっと待って、こっちか。たたた、命の大樹の来たって言って、違う、こっちや。あったぜい、ふい。忘れられた地におりますが、そう、忘却の塔だ。そう、忘却の塔でしたね。はい。すべてこっから来たんですよ。忘れられた地。登って。セニカが何か言ってくれるのかな。テッシーまた来ましたねみたいな。テッシーだけは知ってるんですよね、すべて。まあすべてっていうわけじゃないですけども、今回の見たその勇者の祖先の話とか全然知らなかったですけども、これで使って入って、でまた神の民みたいな移動する床があって、あいつがいて、あいつがセニカだったと。よし、行くぞい、弟子。やっぱベロニカちっちゃい方が似合いますな。似合うっていうか、もうそういうそのキャラになっちゃ、そういう思い込みっていうか、そうなっちゃってるからそう思ってるだけかもしれないですけれども、なんか大きい方のベロニカなんかちょっと違和感があるっていうかね。まあもし本人がね、目の前でそう言ったら怒られるんでしょうけれどもね。ぐるぐるーっと回ってきて、これレシピありましたよね、確か。取れるのかな。あれ違うな、こっちレシピでしたよね。あ、違うな。時の水晶、あれ？ちょっと待って。あれ？ちょ、まあまあ行ってみます。ちょ。あれ上行っちゃったよ。あ、全然違うね。まあ行きましょうかね。とりあえずね。とりあえず。ゴー。カラ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 、終わりましたね。これでもレシピ手に入れても
手に入れてもっていうのは違う進化の秘跡。あれ？ちょっと全然違うね。ちょっとセニカ様に会うにも緊張しますね。これはこれもまたなんていうか、どんな形で話しかければいいっつうか、なんかどういう顔で、なんであの時に教えてくれなかったのかというのも気になりますし、あの時というのが前回っていうのもおかしいな。テッシーがね、やられた時、教えてく、あ、やられたっていうか、命の大樹でやられた時の時代よ。その時に、なんで教えてくれないっていうのもおかしいけれどもね。ちょっと教えてくれてもいいのに。ちょっとっていうのもおかしいけれども。もうレシピ、あれは取ったことになってんのか、レシピは。あ、それはもう持ち物と一緒という扱いか。なるほどね。進化の秘跡は前回取ってなかったっていうことですね。ほうほうほう。なんか上行きましたよ、ほら。イベントですか。来た、いた。変わらずいる。と、教えの神殿。だが時系列というか流れとしては、結局命の大樹でテッシーが最初にやられた後ぐらいに普通に来たっていう状態ですよね。状態としてはそんな感じですよね。で、あんまりっていうか結構変わってんのか。ウルノが倒した後とは結構違ってるわけですね。うわ、めっちゃ近くに来て、何にも言ってくれない、イベント発生しない、話しかけないとダメなやつ、何も言わない。あなたがセニカ様なのですね。セニカとは誰でしょう。何か私に用ですか。知らんぷりしてる。邪神が目覚めてしまったの。世界を救うために力を貸して。世界を救う。思い出してセニカ様、これはセニカ様の笛よ。ああ、この笛は、あ、思い出したか。この笛のことはかすかに覚えています。ですが、私の記憶の中にある笛はもっと力にあふれていました。ちょっと覚えてんの。おお、お前が持ってる力は、お前が持ってるんじゃん、力、その力は。この笛で奏でる音色は一つ、聖地に伝わる目覚めの調べ、あの曲や。お姉さま、もしかしてハープで。そう、時は来たれり、今こそ目覚める時、今こそ目覚める時。王空はお前のもの。お前知ってんのか、セリフ。大空はお前のもの。舞い上がれ空高く。ほっ、これはあの時の曲じゃなかった。命の大樹のキャンプの時の曲じゃなくて、ここに持ってきましたか。なるほど。素晴らしい。本当素晴らしい。まさかあのフィールドの
曲、フィールドが3のフィールドの曲になったっていうのがね、そこからのね、お、これは苗木で見たやつですね。ボーンとって角に角が生えるということですよね、ケトスさん。ほう、角は生え、あ、生えた生えた生えた。もうね、皆さんお分かりでしょうね、これラーミアですよ、ラーミア。フィールド3になったのは単なる伏線だったっていうね、伏線ではないけれども伏線の意味もあったと。これケトスも乗った時の曲もラーミアになるのか。やっぱり3なんですかね、その我々っていうかレトロ世代が一番すごい人気というか心に残ってるのは。すごい、聖なる苗木で見た時と同じだわ。これが覚醒したケトスちゃんなのね。私はケトス、かつて勇者老主を背に乗せ邪神ニズデルファと戦いました。喋ってる今のはケトスの声し、何か話そうとしてますわ。優しい。邪神ニズゼルファ、その強さは想像を絶するでしょう。ヴァンデルフォンの地下迷宮、老師の仲間ネルセンが残した試練に挑み、邪神に負けない強さを身につけるのです。我が心老師と共に、私の力があれば結界を打ち破ることができるでしょう。ああ、ヴァンデルフォンの地下迷宮、そんな、まあ確かにあそこ行ってなかったですかね。はあ、今行ってもダメですよ、その邪神と戦ってもダメですよっていうことなのかな。なんかあの変な紋章で入れなかったところですよね。セニカ様、なんか切ないな。老主、すげえ切ない、切ない。笛のことだけ覚えてて老主のことを忘れちゃってんだ。すごい切ない、ちょっと泣きそう。いよいよ邪神ニズデルファーとの決戦だな。だがその前に世界中を巡って邪神討伐の力を蓄えるとしようぜ。まずはケトスの言うヴァンデルフォンの地下迷宮とやりに行ってみよう。ヴァンデルフォンに行くならネルセンの宿屋にルーラで行くのが手っ取り早いと思うぜ。大空の勇者ケトスの真の力を解き放ち、邪神ニズゼルファに挑む大空をかける勇者へ贈られる称号。ほう、あれっすよね。え、まあ、ネルセンの宿屋、これネルセンが残した試練っていうことは、ネルセンも多分こうなることを予想してたっていうことなのかもしれないですね。でもちょっとさ、ちょっと行ってみません？ニズゼルファ、ラーミアの曲のも、あ、いいねいいね、うん、いいっすわ。ネルセンで薬草ってさ、光の剣、特薬草になってるわ。まあいいや、とりあえずちょっと止まって
て、あれ？ちょっと待って、不思議な、不思議な夢、どんな夢よ。止まる。何の夢？また夢？はあ、はあはあ、これあれ？だからこれだからクリアしてないってことよね。あのデルカダールの口押し。そっか。え、全部やんないとダメなん？また。え？え？親父んとこっすよね、ユグノアの。はあ。え、ちょっ、え、え、えぇ、ー、え、全部やんないといけないみたいなやつなのか？ちょ、待って。そうするとすげえめんどくせえぞ、結構。結構めんどくさいよ。ちょっと待ってね。うわっちゃー、うわこいつあれ、鬼コンボ、鬼コンボ、ちょ、鬼コン、鬼コン戦おうぜ、おい、ちょっと鬼コン、鬼コンボ、じゃじゃが全部つく、いいね。あ、じゃあちょっとメラガイア、メラガイアでしたっけ、使ってみましょうか。テッシーはとりあえず普通に、え、なにこれ、灼熱、え、こんなん覚えてなかったよ。え、すげえ覚えてる。灼熱の剣で敵全体を切る勇者の必殺剣、海破山、海破山出た、アバン、アバンの技、敵全体に海を割る勇者の必殺剣、空裂山も覚えてる、大地山、アバンストラッシュはない。すげえ、なにこれ、すげえ覚えてる。え、しか、え、ちょっと待って、勇者の剣を装備していないため、うわー、勇者の剣なんか、これ。へぇー。すげえ。ちょっと、渾身切りで、めっちゃ覚えてた。で、ベロニカ、行きましょう。ベラガイア、どんぐらい行く？おぉ。おぉ、まあ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 、いいっすね。せーにゃはちょっとザキやってみる。ミス、ウィー、普通に叩いてきた、普通にガッてガッてやってきた、ガッて。蒼天マザーですね、蒼天マザー。あー、久々、ウィー、いいね、これよこれ、鬼コンボちゃん、ウィー。だからちょっとさ、行ってみようじゃないか。お金預けたいのよ、その前に。プチャラヤ村、プチャラオ村行こう。ちょっとニズさんちょっと行ってみましょうよ、せっかくだからね。まあ多分勝てないんでしょう。勝てないんでしょうね。まあただどんぐらいの強さなのかっていうのをちょっと見てみたいじゃない？プチャラオ村めっちゃ盛り上がってる。そっか。世界が滅びる前で、あの遺跡がどうのこうのって言ってる時か。ちょっとあれ、ちょっと待って、話1回しか過去に戻ってないのによく分かんなくなってきてんな。預ける、ちょっと行ってみようぜ。ニズゼル、これまあ遺跡が出てきて大変なんだ。
なんかあるんだここにも。あ、遺跡っていうか壁画か。壁画以外にもなんかあるんだ。あるんか。わ、すごいな。ちょっと世界中でなんか起こってる、全然違うことが。すごい。ちょっと一個一個、まあ行った方がいいんでしょうね。行こう。うん。ユグノワのところも行かないとダメですし。メダチャット地方。ちょっと、ミズさん行ってみましょう。どんな攻撃してくるかとかね。ちょっとした研究もできるからね。多分もういけるんでしょう。いけるんだべ。力をつけようぜって言ってたから。これやられてもいいところが、その、一応セーブする？セーブは、置くか。まあ大丈夫、お金なくなるだけですから。ドラクエはね、お金がなくなるっていうところだからね。これラーミアっすよね、多分。おお、おほほほ、これよ。もう今まで全然行けなかったところに、3の時は6つのオーブ集めてから、時は来たでりって。あれ、そっか、あの時もあの2人なんかハモってたね。最後の戦いを挑みますか。おい、やってやりますよ。ちょっとやってやるわ。どういうあれなんだろう。ちょっと先見ちゃおうよ、これ気になるから。うん、いったれ。挑みますか。よー、みんなすげえ。よし、ゴーエイド。いよいよ、さあ、ジャが出るか、鬼が出るか、鬼が出るか、ジャが出るか。わーっで、結界を壊すと、あの時見た光景と一緒。この中、こういう空間なんだ。そっか、星っていうか、まあ、封印された中のっていうことね。いない、ここまで来るとはな。うー、怖い。私はニズゼルファ、闇の神言より生まれし者。はあ、はあははあ、結構こう、あ、なるほど、結構いろんなやつがいるってことか。でかいな。なんか奥に目があるな。これがニズゼルファ、なんという恐ろしい邪気。メットかぶってるだけじゃん。聖竜が残した大樹の魂、それさえ消せば全ては闇に包まれる。闇こそが私の喜び。人間がどうにかできる相手とは思え、想像以上の相手だが、やるしかあるまい。ちょっとグレイブ弱気。本当に勝てるのかしら。え、ちょっと待って、恐れちゃダメよ。みんな、私たちがこいつを倒さなければこの世界は終わりなんだから。絶対に勝つ、絶対に。よいな、鉄心よ、今こそ真勇者の真の使命を果たす時。これが最後の戦いだ。行くぞ。おう、ケトスも頑張れ。おっと、何何何これ。ああ、戦いの場を作ってくれてんのね。ケトスは戦いませんよっていうね、あくまでフォローするだけですみたいなね。あ、ちょっと頑張ってくださいみたいなね。奥に目が覗いてるんですよね。来るがいい光の子孫たちよ、時間も空間も記憶も、まあ、記憶も空間も存在する全てを闇に染めてくれよう。ニズゼルファが現れたと。
オッケー。ちょっと上闇の衣をまとっている。激しく投げ払った。話にならん、話にならんな、これ。ちょっと待て、挑むどころの話じゃねえ。全然ですね。なるほど、渾身切り。うわ、片手両手も敵ってことか。あ、そう、左で。ああ、これザオリク使ってくるやつとかなのかな。蒼天魔山でちょっと左手から倒す。おわ、結構当たるね。闇の衣をまとっている。くー、こう、イオグランデ、なんじゃそりゃ。なんじゃそりゃ。闇の衣、これを多分なんかやんないとダメって。弾いた、よく弾いたな、お前。一点に集中させた。くひー、居合抜き、左腕、頑張れ。おお、まあまあまあ、でも109与えてますからね。ミラクルソード、あ、右腕やっちゃったけど、右腕硬いのね。この闇の子供がちょっと気になりますね。あれと一緒よね、ホメドスと一緒よ。だからなんかアイテムが必要なのかもしれないね。お祈りした場所、今は戻れないようだ。ああ、そっかそっか、そういうことか。最後に訪れた場所、はい。お祈りしたのがあれっすよ、多分ストーリー分けるところか、あの昔、あれだから、命の大樹が落ちた時だからっていうところだから。全然話にならなかったっすね。ちょっとうろちょろしてますけど、違う、もうちょっと引きで、そう、うん。ということで、なんかめっちゃ乱れてるけどね、全然話にならなかったっす。まあ、あのカミューとケトスの教えに従って、バンデルフォン地方の地下迷宮とやら、そこに行きたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。次回もぜひよろしくお願いいたします。失礼いたします。